山口市阿東町徳佐にある静香御前の墓所にやってきました。伝説静香御前墓所、ここより120メートル。静香御前というと源の頼朝の妻ですよね。舞の名人で有名だったみたいですね。静香御前の静、日本の理想的女性といえよう。やたら看板があったね、ここに来るまでに。何個あっただろう、5個ぐらいあったな。相当してるよ。あ、こっちか、こっちだね。あ、ちょっと分かりづらいな。この先50メートル。この伝説ってのがいいっすよね。パワーワード、伝説。いけるのか、これ。この先50メートル。獣道か。タケノコが。すげえ、もう竹になってるな、これ。もう少し、20メートル先。これはパッと見わからないな。すげえ高いね、この滝の子。めちゃくちゃ高いぞ、これも。ここだな。静香御前と母と息子の墓か。ここですね。お賽銭入れ。マジか。え、これがお賽銭入れじゃないよね。え、これマジで、これは、あ、これお賽銭入れなんだ。マジか、お金入ってるぞ。こっちじゃないのか。でももともとこれ入れてたんだろうね。あ、珍しいな。この苔がいいっていうか、味がありますよね。渋い。ほんと緑だね、ほんとに。ほら、もう石の色じゃないもんね。
怖いからね。ここはどうなんだろうね。ここも、あ、でもここもなんかあるな。行かない方がいいな。この杉の木に縛ってますよね。後ろから見たらどんな感じだろうか。渋いね。なかなか地味だわ。いや、この墓所自体も地味だけど、この場所も地味だね。すごい分かりづらい場所にあるぞ、これ。ひっそりとしてるわ。あ、それがいいんかな。こういう場所にあって、こう神聖な感じがいいのかもしれない。人が普段来ない。いかにも来なさそうだよね。ここ、まあ、来るのは獣ぐらいか。あ、なんか書いてあるぞ。峰の試合季節の後、吉野さん、いかにも山って感じだね。渋いな。はい、ということで静御前の墓所でした。